ビデオカメラのデータ復旧を行いました。佐賀県のお客様からのご依頼です。対象のビデオカメラはビクターエブリオ GZMG760。 ビデオカメラが故障し、液晶画面が真っ暗で何も映らないという状況です。データ復旧処理を行い、55時間1分の動画データ 100% の復元に成功しました。またテレビで見られるブルーレイに変換してお渡ししました。